こんにちは、エリカンです。熱海でのお仕事1日目、初日が始まります。研修1日目です。待って、めっちゃ緊張すんやけどリゾバで来た隣の部屋の子が関西から来た女の子らしくて、最初ね、リゾバで行くときバスが来るんですよ、迎えで。で、うち最初お客さんかと思ったので、ね、めちゃめちゃスタイル良くて、身長高くて、髪もすごいロングの巻き髪で、あ、絶対観光客って思ったのよ。めっちゃ美人で可愛くて、インスタグラマー、フォロワー10万とか言ってもおかしくないぐらいのピーポーの持ち主で、で、関西のこと、ちょっとだけまあ喋って、最初お客さんかと思ったんだけど、まあ現地着いてから、派遣の人ですかって聞かれて、あ、そうなんですよって言って、そうそう。でもさ、外に出ればもう一般の世界じゃないですか。なのでじゃあもう人見知りモード発動ですねでもね、向こうの子がすごい積極的グイグイ話してくれて、え、フロントの方ですかって言って、いや、あれ違います、裏方ですって言ったら、全然見えないって言って、なんでこんな綺麗なのになんか裏方なのって言われて、そう、よく言われるんですよそう、実は知的と発達を持っててここにしましたなんて絶対言えないじゃないですか。言えない。そう、外の世界ではこれなんですよ、クローズなんですよ。そう、実はコミュ障なんでってごまかしたんです、コミュ障なんでって言ったら、え、全然話してるやんって突っ込まれて確かにって思ったそうなんですよ、うち話すのは平気なんだけど、仕事になると、仕事勉強になると、もう異常なほど重度の発達障害なんてダメなんですよ。はい、コミュニケーションと愛嬌でうち生きてきたんで、でも仕事勉強になると、もう重度のやっぱ発達とか知的の特性があるので、 LT がねちょっと結構重い方なので、もうダメなんですよ。はい、いつかね、自分のなんか道が、なんか働く道また見つかればいいなって思ってます。やばいやばい、遅刻した、行ってきます。みんなブログ動画見てくれてありがとう。また次回の、お仕事動画までお楽しみに。この動画がもしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ってことで、次回のリカちゃんネットでしょ。バイバーイ。